今回の実況はキューバ戦、負けられない戦いをプレイしていきましょう。負けたら終わりの戦いになるからね。敗者復活からまず1戦目は韓国を破り這い上がりましたけど、もう一つ這い上がらないと次の光景見ることはできないからね。このキューバに負ければ終わりで全てを失うことになる。落ち武者ジャパンになるわけですから。負けないように勝つ、それだけですよ。キューバといえば俺の大好きなあのセベダがいますけどね。日本では何もできなかったセベダですけど、この WBC では違う。数々の記録を残してますから、大会記録をみんな振り返ってみてくれ。ネットで調べてみてくれ。ほとんどがセベダだからな。それぐらいこの WBC ではもう世界一のバッターとなってたわけよ。さて今日の先発誰でいく？調子のいい選手でいく。涌井さん。涌井さんね。どうしようかな。岩隈はとりあえずなしだな。これ韓国戦で打たれたもん。防御率 4.70 だからね。涌井さんで行くか。迷うとこ。杉内も調子いいんだよね。どっちにしようかな。迷うな。いや、涌井さんでいいわ、とりあえずはね。で、内海をリリーフで入れときましょう。で、今日のベストオーダーこんな感じなんだけど、これちょっと変えていこう。内川が調子いいんで、内川今日3番あたりで使ってみるわ。川崎1番下に。で、内川3番、青木を2番、一郎リードオフマンで、それ以外は特に変えることはないかな。まあでもこれ左ばっかだからね。まあでも関係ない。みんな、これ見てよ。対左だり強い選手ばっか集まってるからね。たとえ左ピッチャーが来たとしても全然苦にはならないと思う。さて行きましょうよ。とにかくもうゼロで抑え得点を取ること。先制点を取らないとね。俺プレッシャーに弱い人間ですから。プレッシャーを込まないとすぐうんこ漏らす人間なんでね。まず最初に得点を取って常に有利の立場にいること。じゃないと俺は負ける。この試合も先制点を取られたら負けるだろうね。恐ろしい展開になるよ。でも頑張るからね。期待してみてくれよな。さて行こう。負けられない戦いが今まさにそう、ここにあるんです。こんにちはとかそんなこと言うんじゃねえ。のんきなこと言うな、そんなのはいらねえんだよ。勝つことしか俺は考えてないからね。今日のベストオーダーはこんな感じだ。相手ベストオーダーが知りたいんだけどな。さて、セベダはどこにいる ?3 番かな。あ、3番セベダいますね。4番にグリエルもいいんじゃねえか。わお、マジかい。そうだな、グリエルもこの大会参加してたもんね。WBC ね。第3回大会も確かいたんじゃないかな。で、先発は涌井ですよ。岩隈が調子良かったな、岩隈行かせようとしたけども、まあ、調子良くなかったからね、今日は絶好調の涌井さんに。まあ、でもこの涌井さんね、中国戦に登板して、この実況1回目の中国戦に登板して、打たれてるわけだからね。勝利こそ挙げられたけどね、たくさんの援護があったからね、あのゲーム、コールドゲームだったし、簡単に勝ったもん。よし、いいぞ。間違えることなく行きたいね。間違えたらやっぱホームランを浴びて即失点ですから。さて、先頭バッター。あ、でもこのバッターはパワーはそんなにない選手だな。えっていきなり打たれて、嘘でしょ、嘘でしょ、何してんねん、いきなり何やねんこれ。アップねーず。で、いきなり、アップねーず。怖い怖い、今日の試合怖いよ。うわ、これまた5割8分3厘打ってるよ、この大会打率。やべえな。アベレージヒッター持ちだし。これも簡単に打たれて。ちょっと待て、涌井さんがボコボコに打たれてるぞ。3球投げ、全部いい打球打たれてるもん。ようやくこれ、4球目で当てられずことなくストライクを取れたね。今まで全部ファールされてたもんね。当てただけ涌井さんが取れよ。すぐ投げろよ。アイアウト、2アウト。イエス、イエス。そして3番セベダ。はい、来ました。俺の大好きな選手。セーペーダー。もう恐ろしい。この人は本当にね、日本の時のセベダだと考えないように。もう能力見てくれ。グラフがやばいことになってるだろ。ミートパワーマックスだよ。対右、対左ね。どっちもだ。うわー、危ない。ショートへの打球。強い打球だがアウト。1回はなんとかゼロでいけたが、怖い、やっぱり。怖さはある。間違えればという怖さはあるけどもね。間違えることなく行こうよ。そして相手の先発は右左どっちだ？チョップマンじゃねえか！わーお、マジで？いや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 、世界最高球速の男じゃん。170男じゃんね。はぁ、マジか、もう先発してたんか。そりゃ、ね、昔、ね、出てたもんね、この選手。ほんで、実際日本戦で投げてるもん。その時日本は確か打ってたはずよ、このチャップマンをね。うわ、忘れてたわ、この男出てたんだな。まあ、もう今メジャーリーガーですけどね。
はあ、ほんで今日絶好調だし。ただこの時の球速は164キロ、説明見る限りはそんな感じだったね。この時はまだ170は出てないんだね、完成されてはないんだ。なら打つチャンスはこのね実況でも十分にあるでしょう。ただ投げてる球は最高に速いけどね。うえー、イチローが空3回やなスタート。本当にこれ早えな、今までのピッチャー何だったんだっていうぐらい球速えよ。今でも十分これメジャーリーグで通用するチャップマンだね。この時渡っても十分通用してたでしょう。そして今日は2番に青木を入れてきたんだが、どう出るかだな。3番起用でずっと来たけどね。163だからね、マジで何この球速。よし来た、ゴー、いきなりヒットいただきました、ゴッツさんでーす。打てるもんだね。今のは青木がうまかったね、打ったのがうまかったよ、完璧に決まってるもん。で内川、今日は3番起用だ。ミート力もあるぞ、今日絶好調だからね。対左のミートがやばいね、もう S マックスあるよこれ。どうだどうだどうだ、ライト前に落ちるね。おいおいおい、初回からチャンス作ってる、やれるぞ、いけるぞこれ、わりかしいけるもんだな、チャップマン攻略できるぞこれ、稲葉やろうやろう、この好機を逃さないように、絶対先制点取るよ。カーブを持ってきました、1球2球と外へ行きました。次が3球目、どうだ、抜けてくランナー満塁のチャンス来た、これ絶対1点取ります。おい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 、大したことねえなチャップマン、日本のリーグに来いよ、メジャーのような活躍ができないんじゃない。やばいぞ、めちゃくちゃ打ってる。ただまだ点は入ってないからね、油断しないように。追い込まれた、嘘だろ。どうだ、よしよしよし、抜けてく、イエース、先制点いただきました、ゴッツさんでーす。まず1点、そしてまあまあまだ満塁ですから、まだまだ入るよこれ。しゃ、弱々しい打球ではあるけどね、打ったコース完璧だ。よっしゃー、行くぜ、ガッツ頼むぞ、1点じゃあ俺は物足り。この好機を逃さぬよ、何点でも取るぞ。ボール、押し出し来るぞこれ、ちょっと見ていこう、これはまあさすがに入れてくるよね。163、コーナーに完璧に決まってる、ここも入れてくる。どうだ、外野フライには十分な距離か、落ちるか、落ちたじゃねえか、うわ、セカンドアウトか。まあ、これはしゃあないわ。2点目入ったんでね。よし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 。落ちたか。ちょっと微妙なとこだったから分かりにくかったな。まあ、でも2点取りましたよ。よーし、1回から試合動きまくりだ。言ったでしょ、先制を取るって。で、城島だ。多くなって20球だよ。それどころか2失点してるよ。球数どうの方のじゃねえよ。ボールカウントノーワン、2球目です。膝元へ決めてきました。2球変化球できました。3球目。次はストレートできました。うわ、マジかよ。さあ、次の4球目は。よっ、城島の打球もこれは落ちるね。はいはいはい、いただきました。ごったんで3点目。チャップマン、ザケー、てか、日本がすげーってことかな。やばい、やばい、やばい。取りまくり、取りまくり。初回から試合が決まってるパターンだね。さあ、ライトへの試合行こう。短期の特殊能力発動されてるよ。これマイナス能力だからね。パワープロだとあの葵ちゃんについてる能力だね。水木ちゃんだったっけな、どっちだったっけ。この回だったんですが、攻撃は依然続いています。いきなり先制点を許しています。全然いい球来てるけど、さあ何を見せるか。あー、この流れを止めちゃった。まあでも1回からこれだからね、まだまだ得点入るでしょ。これこの3点守り抜いても勝つつもりで、もうこれ以上の得点はいらないんでね、十分十分十分、必要のないよ。これで OK だ。グリエルだ、グリエル。大会に参加してたんだね。まあもう日本人ファン、特に横浜ファンの中には、よく記憶に残ってる選手じゃないかな。契約したのにまさかの来ないというね。おっと、いきなりいいの打たれたがアウト、うん。まあこのグリエルはもうあれですからね。今やメジャーリーガーで、青木と同じチーム、アストロズに所属してますから。だから青木の試合見る際はこのグリエルも出てるはずなんでね。知ってる選手がちらほら結構いるね。
こう見るとキューバってすげえな。まあ、でもキューバの選手がね、メジャーリーグに行く場合は、亡命しないとダメですからね。チャップマンとかも亡命してますから。さて、ここは三振いただき。デスパイネモンかい、マジかよ、お前。誰だ、このガリガリのデスパイネ。日本にいるデスパイネブグブグじゃねえか。もうソフトバンクの選手ですけどね。まあ、俺的にはロッテのイメージがまだ強いわ。ロッテで2年間ですか、やってたわけですからね。2年、3年かな。今年から2017年からロッテの選手だが、お前、ガリガリじゃねえか。あのブクブクデスパイネは誰だ、あれ。あっちが本物なのか、こっちが本物なのか、どっちかわかんねえ。そのデスパイネに打たれて、オーマイガー。マジで？セスペディス？え、これもメジャーリーガーだよね。え、これメッツにいる選手じゃないの？え、多分そうだよね。同一人物かわからないけど。この選手聞いたことあるぞ。盗塁できたが？おー、デスパイネやべえ、なんだこれ。お前誰やねん。城島から盗塁を決めるデスパイネとか、今のデスパイネじゃ考えられない。誰だ、本当に。まあ、ただここは三振で切り抜けたね。面白いな。やってくれるな。お前、このデスパイネが日本来てたら面白いことになってたよ。来てほしかったね。さてと、まあでも2回は0で切り抜けたからね。次、次、次。まだまだ得点を取ることだね。マジで本当1回から3点も取るなんて思ってなかったよ。今のも打ってよかったね。ミートも合ってたよ。完璧だった。ヒットになってただろうね。160。当たり前みたいに出すわ。もう完成されてんじゃねえか。今のチャップマンと同じくらいの平均球速だよね。この人の持ってる秘めてるパワーっていうのはまだまだすごいからね。世界最高球速が170キロですか？いや、まだ更新できそうだけどね。抑えての170だからね。コントロール重視しての170だからね。もう、がむしゃらに投げたらほんと175。ひたすら180出るんじゃないかな、チャップマンね。うーわーお、イチローは全然ダメだな。いや、ほんとイチローが全く打ててないのね。この青木のヒットから始まったもんね。あのセンター前。難しい球だったのよく打ったよ。失投自体全くないもんね。自分でもなんで3点入ったかちょっと不思議な部分はあるよ。ここは内野安打は。おーす、内野安打かい、青木2安打。はえら、こっちともまた全盛期ですからね。青木もね。そら内野安打になるわな。そして内川。盗塁。クイックのマイナス能力持ってるが、アウトかい、わーお、球が速いからかな。クイックで、ちょっと、弱いはずなんだけどね。遅いはずなんだけど。ここが刺されたよ。調子に乗ったね。貴重なランナーを無駄にしないことは3点取って勝ってるからって、調子に乗ると、人は成長が止まるというか、絶対悪いことが起きるからね。それが俺なんで。うん、調子に乗った瞬間、いつも悪いことが起こってるんでね。調子に乗らずにやっていこう。枠井さんどこまで使うかだよな。まあ、無理してね、引っ張る必要もないですから。まあ、でもこれ、次のラウンド行ったらね、使えなかったピッチャーも使えるようになるからね。枠井さんもだからファイナルラウンドまた使えるようになるんだよね、これ。取れるよ。ナイスナイスナイス。タッチプレイでいいんじゃね？ナメプラ、乱闘になるぞ、こんな。投げろや、っていうね。国際試合で一番やっちゃダメなことだよ。その初球カーブから入りました。ボールカウントワンストライク。まず先頭バッターを打ち取っています。え、これは強い当たりだ。打ち上げてレフト。嘘だろ、軽々しく持っていくじゃん。打ちからすぐ投げろ。お、これはセカンドでさせるんちゃいまっか。うわー、無理か。はあ、めっちゃ簡単に打たれた。やべえ。まあでも点はやらないけどね。お、低いボールでした。さあ勝負か、どうする。見送ります。低めのピッチングが続きます。次が4球。わっ、甘かったか。よし、あ、何そこ投げたし、ファースト投げて、あー、もうやっちまった。目にもかもエラーじゃねえか。お前、川崎じゃねえよ。なんでそもそもセカンド投げたし、まあアウト取れそうなタイミングではあったけどね。いや、ボタン押し間違いだよ。何をしてる、お前。これは嫌な予感がするぞ。ホームランが出れば同点だからね。想像はしたくないけど。これは入りません。3球とも低いコースに来ました。これは
よし、ゲツゲツゲツ。男村田投げて、ファースト投げて、ゲッツー。怖いイニングだった。これ、キューバ打線、油断できないね。これお前、ランナー、二三塁にいる状況でさ、セベラに回してみ、何かが起こってたはずだから、恐ろしいことがね。いやもう本当に日本基準で考えないこと。俺たちは日本時代を見てる。見てきたから、もうセベダなんて大したことないと言えるかもしれない。あの人はね、野球が下手な性格のいいお兄ちゃんだ。うん、おじさんだね。でもね、このセベダは違う。性格も良くて、人格的にも良くて、野球も超うまい。それがセベダ。究極的なセベダやね。ゲース内川抜けていく打球が。オッケー、やっぱ調子いいから3番で使って正解だね。今まで下位打線で使ってたのがもったいないんだよ。初球見送りました。この球は入りません。チャップマン、今日の2回までのピッチング打たれたヒットが7本、そのうちの1本がこの回です。さあ3球目はどうだ。ゲッツーはダメよ。うー、何がつなぐ4番だ。聞いて呆れるな。お前ゲッツーじゃねえか。流れを止めてるね。うわ、さっき見てよ、3球全部アウトコースだけどそれを打ったんだね。あ、でも岩村ここが得意なんだね。ほら、ここに持っていくとミートがでかくなってるよ。苦手なコースだったらちっちゃくなるんだけどね。そのおかげもあってか打てたんだな、さっきは。先制点が入りました。ストライクが入りました。これは159キロ出ました。さあバッターちょっと有利か。はぁ、それ159投げるやつからもう1点取ろうなんて無理だわな。人生で1回出るか出ないかくらいのプロ野球選手も多いのね。平均で159投げてるから、この人。恐ろしいよ。いや、マジでちょっと今日はもうあの初回の点だけで終わりそうだね。さあ、で、セベダさん来たよ。だからこそこの3点を守っていかないと。もうこの3点で勝つつもりだよ。もちろん点は入れるつもりはあるけどね。ただなかなか入らんぞ。ほんと初回3点取っててよかったわ。うまく打たれてセベダにヒット。マジかよ。ただ二塁は行かせねえ。やべえな、このイニング。欲しいのはゲッツーだ。確かこのグリエルはね、メジャーの1日の閉殺記録をなんか作ってたような気がするんだよな。調べてみて、確か作ってるはずだから。はい、三振。まず一ついただき、ありがとう、センキュー。まだまだまだ全然終わってないよ。次もいるからね。最初から際どいコースできます。カウントノーワン。さあ第2球。この試合の奪三振の数が3となっています。嘘だろ、嘘だろ、ぶねえ、マジで怖え。軽々持っていくな。なんだこいつら。ボールツースリーです。当てただけ、当てただけ、当てただけ。よし、ツーアウト。ふぅ、怖えな。で、デスパイに先ヒット打たれてるからね。どこに入れてくるか。コーナーをいきなりついてきます。いいところへ決めてきます。まっすぐが決まりました。追い込みました。148キロです。はい、三振。グッバイ、ガリガリデスパイね。太っちょじゃないと打てないよって。シングル打つは盗塁決めるは本当別人だからね。俺の知ってるやつじゃねえよ。まあでも本当いつ失点してもおかしくない。何かハマれば、すぐ3点なんか取れそうな打線だね。キューバ打線は。球数もこれで50球目かな。うまくいけば5回に下ろすこともできるよ。ああ、もう5回は無理かな。あと35球で球数制限だからね。早ければ6回。だね。さあバッティングカウントどう攻める。うわー、もったいねえ。甘い球だ。今日一番甘い球。ホームランにもできた球だね。これをミスるか。まあ、強振で言ってたホームランだったよ。ただやっぱ疲れも出始めてきてるんで、ああいう球が増えてくると思うんだよな。ここまで基本ベストピッチだけどね。球威のない球も来るよ。これはストライク。ボールカウント2エンド1。あーっと高め、このボール球にはナイス。よく見た審判。変化球はよーし、いいぞ。よく見てる。ボール判定選挙はありがとう。だったんですがね。はい、振ってもおかしくないボールでした。まっすぐ打ちました。この打球はファウルになります。
お、どうだ、落ちる、イエス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 、ボールだけどね。どこ振ってるどこ振ってんだこれ、全然違うとこ振ってたよ今。甘い球来ねえじゃねえか、全部いい球だ。ビシバシビシバシコースへ、ベストピッチで来るよ。これもボールだ、止まらねえ。よし、弾き返したい。でそこにはセスペデスがいると、そういうことですね。まあでも5回、あ、4回か、まだ。そうだな、まだ4回だよ。もう早く5回行きてえわ。まだ4回なのか。もうやべえ、疲労が半端ない。俺の集中力切れてるよ。ぶっちゃけ俺の中ではもう5回以上プレイしてる感じがあるよ。もう疲れが半端ないわ。やめてえわ、今すぐ。ただまだまだイニング残ってるからね。ここからだね。本番は。3点なんて簡単にひっくり返される。よし、ナイス、涌井さん。カーブがよく効くね。まあ、基本、もう、外に逃げる球を振らして三振。それでアウトを取るっていうのが、一つの手だからね。まともストライクゾーンで勝負したらもう打たれるぜ。ボールはどこまでも飛んでいく。川崎取れる。はい、ビッグプレイなんだけど、ここも送球ミスかい。さっきから多くねえか。1試合2個はダメだって、お前。打撃で取り返してくれよ、これ。ちょっと川崎がチームに迷惑をかけまくってる。ムードメーカーだからって関係ねえぞ。ムードは荒らすが、守備いいやつの方が今欲しいわ、うちのチーム。ただムードいいやつなんていらねえ。一郎、前進。はい、一郎でレーザービーム。ファーストはセーフか。うー、ナイス、一郎。さすがだね、さすがの守備力だよ。打撃では全く何もできてないけどね。わー、これは青木は取れないね。サード行く、レーザービームどうだ、アウトじゃないね。2アウトランナー1塁3塁、おい、ここで抑えないと。ただ打率5割台のバッターだぞ。ちょっと待てよ、失点防ぎて。ナイスナイスナイス、外振らせろ、外だけでいい。はい、三振。イエス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 、いけたぜベイベー。怖え、本当にマジで。どっちが勝ってんのか分かんない試合展開になってるね。うん、スコア隠したら、本当途中から見始めた人は今負けてんじゃねえと思ってる方多いよ、これ。なんとか勝ってるけどね、初回に3点取ったおかげで。さて、守備のミスを取り返せ。今日は2個のエラーをしてるからね。まあ、1個目は俺のエラーだけどね。なんであれでセカンド送球したっていう、クソみたいなプレイだったが。当てただけは内野安打になるんじゃねえか。あー、ダメだい、ならない。送球が早え。で、一郎、打率は1割9分台へ。あかんね、この一郎。ボロクソに叩かれてるよ。しっかりしてくれ。全くいいとこがないんだよな。速い球、まっすぐのボール、続けてボールになりました。依然として3点差、日本がリードしています。変化球持ってきました。これではバットが出せません。さあ、バッティングカウント。うん、ナイス、スリーボール。まあ、フォアボールはよく選んでるからね。出塁率は出ないけど、出塁率はめっちゃ高いはずだよ。ここは変化球、ボールカウント2、まあ、ちょっとイチローらしくないけどね。打率高くないの、出塁率高いって、イチローらしさゼロでしょ。当てただけ、はいはいはい、いただいた、内野安打だ、もうこれは。はいはい、ごっつぁです。ふぅ、よし、イチローにもヒットが生まれ、青木にもっていきたいとこだね。青木もまた打ってくれたら3打席目。ここまで2安打してるけどね、さらに打ってほしいわ。これはボールになります、2ボールになりました。これが3回目のバッターボックス。うまくいけばこうチャップはこのイニングで下ろすこともできるね。あー、もてない、内野フライはダメ、せめて進塁打だろお前、なんでだよ、なんで内川。あー、よし、来たぞ、宇宙か、落ちたね、落ちたね、はい、一郎なら帰れる、てか帰れ、マジで一郎、帰ってこい、イエース、4点目、1回以来の得点だぜ、内川、やべえ、今日3安打、素晴らしいね、ただ顎しゃくれてる人じゃないから、めちゃくちゃ打って顎しゃくれてる、しゃくれてるのはおまけだからね、うん、もう打つのが
なんていうのかな、本命ですから、素晴らしい。おいーす、チャップマン5回で引きずり下ろしたの、グッバイ、メジャーで頑張りな、日本じゃ通用しねえよ。そんな球じゃよ、超上から目線だけどね。さて、変わったピッチャーの球もまた速いっていうね、154投げてんじゃねえか、147。膝元へ決めてきました、ボールカウント2ストライク。よし、ただ甘い球来るね。3球目でいきなり球威のないやつが来たぞ。これも来たか、うーん、正面だ。いやでもこの追加点は大きいね。ここまでちょっと1回以降は本当こっちが負けてるかっていうくらいのちょっとペースで来てたからね。これはいいぞ、流れを作ったな。で、涌井さんをどこまで行くか。球数制限は85球、今69だから、まあこのイニングだね。ただ3番セブだから始まるとこ怖いよ。ピンチを作っちまったらちょっと変えていくっていう感じでいいかな。無理はさせないよ。最高すぎるピッチングができてるからね。このキューバ打線相手にゼロ失点は素晴らしいよ。うわー、どうだ、内川は取ったー。怖え、この攻めだ。逆方向にもこの打球だからね。こういう攻めだを日本で見たかったんだけどね、見れなかったんだよ。できれば2016年2017年も見たかったけどね、攻めだを。いないもん求めてもしゃあねえわな、やめましょう、悲しくなってくるから。川崎取り戻せ、よし、2個分のエラーを消したね。このプレーで最高すぎるプレーだわ。 OK、当てただけ、当てただけ、岩村全身で刺して、はい、アウト、イエス、6回投げて0失点、完璧だ。球数見る限りでは次の先頭バッター、もしくは2人目のバッター、うまくいけば7回も3人で抑えれそうだからね。ただ球数制限まであと8球、7球くらいまで来てるんで、まあとりあえず次のイニングも行きましょうよ、この調子で。しゃ。やっぱタム球威はね、結構甘いの来てるぞ。打てるチャンスは本当ある。おいっと、いきなり打って落ちないね、うん、うわっはっはっは、いいプレーだな。ガッツ、フルスイング、ガッツ。もうそろそろホームランが見てみたいな。最初はストライク、ワンストライク。さあ3回目のバッターボックス。あー、もったいない、今のは打てた1球だ。あら、当てただけ。で、城島ね。その後は内野ゴロに打ち取りました。ひどい、何しとんねんこれ。ダメダメじゃねえか。6回は点入らず。さて、6番から始まるところ、デスパイネからだね。まあちょっと言ってもらいましょう、涌井さんには。まだね、78球、あと7球ですか。そうだね、あと7球だ。どこに入れてくるか。最初は内から入りました、ワンラスイングです、2球目です。イエスイエスイエス、行くぞ、勝つんだぞ俺たちは。しかしこれは外れています、カウント2エンド1。これは変化球、2エンド2になりました。よっし、セス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 ペです。テンション上がりまくりだ、嬉しいね。ふぅ、で83球、ああもうこのバッターで多分終わりだろうね。初球は変化球は当たりません、うん、ああもう次この1球投げて終わりだ。で最後打たれたらダメだ、4敗2アウト。はい、涌井さんお疲れ様、最後のピッチングだったよ。85球、球数制限に到達したのでね。さてここで代わりに出すピッチャー、いやこれね、もうあ、でも次の試合もあるのか、メキシコ戦。そうだな、だから中継ぎもいっぱい使えるわけじゃないからさ、誰行こうかな。渡辺で行こうかな、行ってみよう、アンダースローで。渡辺も、うん、行けるとこまで、できればあと3イニング行ってほしいけどね。頼むぞ、最高のアンダースローだ。国際試合ではこういうピッチャーが活躍するからね。第4回大会では牧田がいいピッチングしてたよね。それ同様渡辺もそうだ。初見じゃ絶対打てないだろうね、こういうピッチャーは。初見でも、初見以外でもだね、なかなかいないから。メジャーリーグまずアンダースローっていないもんね。結局エラーで塁に出ています。オッケーオッケーオッケー、ゆるゆるですから、ゆるっちゃってるから打てないよ。はい、オッケーオッケーかと思ったら高速進化で結構速いっていう。
で最後もゆるゆるでよろしく。はい、三振。わあ、見てくるね。今よく見れたやん。褒めてやろう、上からね。外れました。平行カウント。決め球を何で選択するか。シンカーだな。インロー。ボール判定か。マジかこいつ。なら、じゃあまた外に逃げるスライダーで OK だ。今まで振ってきたんだから、これも振るだろ。振ってヒットじゃダメなんだよ。あららららら、ら変わった渡辺。いきなり打たれて、これでやんす。決め球がね、ちょっと決まらない。最後の1球がね。アップだ。今の初球打ち怖いよ。はい、川崎よく取った。アウト。イエス。怖えわ。意外にも打たれるぞ、これ。渡辺ね、簡単にはいけねえわ。7回裏、誰から？イチローから？あ、村田からか。センターフライに終わっています。本当にね、いい当たりだったと思いますけどね。ここまでの日本打ったヒットは9本、そして4得点です。一方のキューバ、ヒットは5本、まだ得点あります。マジで簡単。2ストライク。キャッチャーの要求は。あー、村田簡単に終わったな。落ちる。おほほ、落ちたし。ほんで悩んだか。おっせえ、足おっせえ、足ついてんのかっていうくらいおっせえ。なんでこれ内野安打ならねえんだよ、お前。ふざけんなよ、マジで。いけたろ。ね、どっちもしょぼいね、プレイとしてはね。取らないんかいからの遅いじゃねえかっていう。レベルの低いプレイをこの国際舞台、第2次ラウンドでするんじゃねえよ、お前。しょうもねえわ。この球はどうでしょう。5回の2打席でサードゴロに終わっています。川崎全然打てねえな今日。ダメだね、まあ、守備で頑張ってくれたらいいわ。で、イチロー、さっきの内野安打をきっかけに4点目が入ったからね。エース、強い打球は抜けていく。イチロー復活、いただき。復活というか、ここまでリードオフマンとしては最高の仕事してくれてたけどね、うん、で、青木盗塁決めてみようか。ゴー、完璧、パーフェクト、絶対セーフ。ヘイユー、これで何盗塁ね。めちゃくちゃ決めてると思うよ、これ。もうこれでワンヒット5点目だよ。日本はどうすればいいですか。このスコアリングポジションのランナーはね、大事に行きたいですよね。はい、このチャンスに特に。おやい、フォアボール。また内川かい。ほほほほほ。4打数4安打あるか。あー、さすがにね。ね、ね。そんなね、うまくいかないよね。でもいいや、でもいい。一論ヒット生まれただけで十分。で、渡辺、このイニングを渡辺でいくよ。できれば9回も渡辺でいきたいけどね、変に変えたくはないし、まあ、次の試合もあるということを考えればこれで OK だね。よし、先頭バッターまず簡単にワンアウト。またこのイニング、セベダさんに回るわけだね。前に置きたくないからね、ランナーを。ここで止めること。ナイス、村田。やっぱよく取った。で、セーペーダー、みんな大好きセーペーダー。うー、流してきたが残念だったな。セーペーダー、そこには川崎がいてアウト。さて、あと1イニングだ。勝つために3つのアウトを取るだけ、それだけやるだけ、よろしく。の前にまず8回裏がありますからな。防御率 12.5 のピッチャー出してくるんじゃねえよ、お前。勝つ気失せてんじゃねえか。まあでも調子いいからね、今日。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライク。このボールはどうか。おいーす、はい、一本いただき。簡単に打てるね。やっぱちょっと今まで出てきたピッチャーとは違うね。さすが 12.5 だけあるよ。さらにまた防御率悪くなるけどね。これでキューバに帰った国民から総叩きだろ、お前。シーラネット。でも打つよ。関係なくね。こっちとも、勝ちたいんでね。勝つためにやってるんで当たり前だろ。はい、またヒットいただき。それも右中間か？いや、これはライト前だな。うわ、肩すげえな。で、これでバッター、小笠原。うわ、侍、おい、フルスイングで頼むよ、お前。フルスイングの結果、それかい。ずっこけたわ、今。城島。
これは帰れねえだろ。詰まったような感じですね。こう帰ってみるわ。いけるんじゃねえか、意外にも。アウトー。コリジョン、コリジョンと言いたいとこだけどないからね。あー、無駄なことするんじゃなかった。まあでも4点あれば十分なんでね。最終回も渡辺で行きましょう。3つのアウト取れば終了なんだ。大丈夫大丈夫、何も起こらねえって。何か起こるか、何か起こるかな。いや大丈夫でしょ。何が起ころうとしてるんだ。は嘘だろ、嘘だろ。うん、グリエルに今季1号、この試合 WBC1 号、これで3点差でも大丈夫、大丈夫、気にするなよ。何かは確かに起こった、ただ1点入っただけだ。行こう、ポジティブね。ちょっと焦りがちょっと半端ないけど、手汗が一気にやばくなったけど大丈夫だ。あと3つ取れ終わる。よし、ナイス、川崎取ってワンアウト。で、パイネです。デスパイネだ。そして三振が2つとなっています。よし。まあね、1本ホームラン浴びることなんてあるけども、点差は離れてる。点差が離れてるからこそのソロホームランだね。こんな場面でソロ1本打ったって変わりねえよ。いいっす、男村田が止めて2アウト。あと1つ。はい、あと1つ。最後、セスペデスを抑えて終了だ。グッバイキューバ、次の大会でまた会おう。今大会はお前たちはもうここで散ることになるからね。あと1つ、あと1つ、もう終わっていいんだよ、簡単に終われよ。ボール、おい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 、ちゃんと見てくれよ、ストライクだな。はい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 、岩村取って、ゲームスッ、レッツゴー、イエース、いただき、4-1、このキューバ戦無事勝利だ。よかったね、もう初回にあのチャップマンを攻略したこと、世界最高球速の男を攻略したのが、もう勝因だね。本当に、あの3点がなければ今日は分かんない試合だったよ。自分でもびっくりしてるよ。なんで3点取れたのか、未だな、謎。決して甘い球が来てたわけではなかった。しかし難しい球を打っての、ね、これですから。うん。キューバに勝つことができました。敗者復活からの復活だね。イエスイエスイエス、アスグイが2勝目。ホームランこそは出ませんでしたけど4得点、まあ12安打打ってますからね。点取ろうと思えばもっともっと取れたけどね。調子に乗ってます、勝ったんでね。はい、打つ方では今日はこんな感じです。一郎に2安打が生まれ、そしてもう青木、内川、もうこの打順だね。この打順も決めていこう。この辺がもうすごい活躍してくれてる。特に内川がやばかったね。そのおかげで勝てたわ。で、涌井さん6回3分の2を投げて0失点。まあ、続いて渡辺、ちょっとホームランこそは打たれましたけども、気にしなくていいね。よく抑えてくれたと思うよ。はい、これで次はメキシコと対決することになる。日本はですね、このラウンド2の1戦目。見てよ、7対5で敗北してるわけなんだよね。ここで勝っておけば、もっと楽にいけてたと思うんですけど。まあ、でもこれでね、次のファイナルステージ、ラウンド進出は決定ですから、うん、もう決勝の舞台、準決勝の舞台には立つことができるんでね。一度負けたメキシコにまた次回チャレンジしていきたいと思います。ここで勝てば1位通過することができる。ほんで、ちなみに、ラウンド2のプール2ですね。今、プール1の対決をしてるんですけど、プール2では、アメリカとプエルトリコ。はいはいはい。なので、ファイナルラウンドでは、日本、メキシコ、プエルトリコ、アメリカ、もうこの4チームが確定しました。ほんで、これで勝った方が、プール2の1位通過になるので、もしもこのプール1、まあ日本がいるとこですね、メキシコに敗れて2位通過ってなると、勝った方の1位通過できたチームと対決することになる。まあどっちも嫌なチームだけどね。まあでもアメリカは2009年だとジーターとかも数々のメジャーリーガー参加してましたからね。できればあまり戦いたくはないので、プエルトリコの方、まあ、どっちが来るかなんて分かんないけどね。まあ、とりあえず次回の実況で、まあ、メキシコにリベンジしていきたいと思いますので、うん、また見てくださると嬉しいです。グググググ、バイ、また会おう。